このレイクロックっていうマクドナルドを巨大な企業にしたおじさんの自伝があるんで、お兄さんと弟の2人がやってるマクドナルド兄弟が個人店でやってるマクドナルドをレイクロックが乗っ取っちゃったっていう、気分悪くなったとか悪いやつが騙す映画ですねっていう風に書いてて、頭悪いのお前ら何見てんだと、騙されてない135万ドルもらってるからね。ファウンダーっていう映画のね、パンフレットこれなんだけどもさ、おしゃれだろ。ポテトで上がこういう風にカットしてあるっていうやつなんだけども、もともとファウンダーっていう映画、マクドナルドハンバーガー帝国の秘密っていうやつなんだけども、原作は成功はゴミ箱の中にっていう、このレイクロックっていうマクドナルドを巨大な企業にしたおじさんの自伝があるんで、10年ぐらい前に買った本でね、もう処分しちゃって今ね手元に置いてないんだけども、読んで覚えてて、でそれで面白いなと思ったから映画になるので、先週ねすごい楽しみにして見に行ったんだよ。めちゃくちゃ面白かったっていうのは、成功ゴミ箱の中にいて、その原作はあくまでレイクロックっていう企業を大きくした側しか書いてないんだよね。でもマクドナルドっていうのはもともとカリフォルニアのちょっと田舎のサンバーダーディノっていう町があるんで、割とね田舎だよね。東京でいうとどの辺かな、八王子とかあの辺だと思ってくれればいいし、だから割とね思い切って行かないと行かないぐらいの地方都市だというふうに思ってくれ。でそこのマクドナルド兄弟かな、マックとディックっていうね、お兄さんと弟の2人がやってるマクドナルド兄弟が本当に個人店でやってる店のマクドナルドを、レイクロックがこれをフランチャイズさせてくれさせてくれっていう風に本当に土下座するようにして頼んで、結局2人の店を乗っ取っちゃったっていう、いわゆる悪い人の話みたいな感じで映画は作られてると。でこのマクドナルドの兄弟の遺族がまだ残ってたんで、そこに行ってものすごいインタビューして、当時の資料とか残ってたんで、それをやってたから初めてレイクロック側だけでなくて、マクドナルド兄弟側から見たハンバーガー帝国の裏が分かりますよっていうのが、今回ファウンダーという映画の肝なんだよね。で話はね、1954年でレイクロックっていうおじさんはマルチミキサーっていうね、マックシェイクあるじゃん、こういうシェイクが5ついっぺんに作れる電動ミキサーを受けてたんだ。でどこに行ってもシェイクとかそんな売れるもんじゃないから、1つで十分だよとかいうふうに言われたんだけど、これで5ついっぺんに作ったらどんなすごいことになるか想像してください、どんどん客が来ますと言ったら、お店の人が在庫が残るだけだっていうふうに冷たくあしらっていて、全然売れなかったと。で売れなくて売れなくて困ってるところにいきなり電話かかってきて、カリフォルニアのお店が8個だよね、1個売るのも苦労してるのに、1つの店で8個もこのマルチミキサーを注文したと。ちょっと待てと、1つのミキサーで5つ作れるのに8個ってことは、その店はマックシェイクを40個常に作るぐらい繁盛してるのか。でレイクロック初めて知って、そのサンバーナーディノの店にまで行くところから映画が始まるんだけども、行くまでにその売ろうとしてる店が面白いんだよ。マクドナルド以外の当時のハンバーガーショップっていうのはね、とにかく店員さんがミニスカート履いてローラースケートを履いた女の子がドライブインレストランみたいなところだから、車がこう止まっててそこに行って次々と注文取って、お盆みたいに見えるんだけど、あれテーブルなんだよね。テーブルを手に乗せて、ここの上にハンバーガーとかドリンクとか乗せてパーってやって、で車の窓のところにこれをガチャッと取り付けると、これはこのままテーブルになる。アメリカはねドライブインでよくある仕掛けなんだけど、そういう風にして持ってくるようなところ。ところがこれってかっこよく聞こえるんだけれども、実際にオーダーしてからね物が届くまで30分ぐらいかかるし、間違えられるのしょっちゅうだし、あと店員のそういうお姉さんたちはチップで生活してからチップ要求されるしで、もう本当にねあんまり楽しくない場所だったんだ。当時のアメリカ人は車で移動するときはそういうドライブインを利用するしかないからやってたんであって、かなりヤンキーがかってた兄ちゃんは年がら年中そういうドライブインにたむろして、その女の子を引っ掛けてタバコ吸ったり酒飲んだりドラッグやったりして、とにかく不潔な若者が店の周りガーッと小じきみたいにしていて、で家族連れたちはもう必要に応じてしょうがないから行って、長い時間待って待ってやっと注文取られてチップも取られて、でパサパサのハンバーガー食べるっていう、本当にそういう場所だったんだ。それを散々書いた上で、レイクロックが初めてマクドナルド行ったら、ものすごい清潔で、店が全部ガラス張りで、厨房まで全部見えると。それまでのハンバーガー店ってのは、厨房を徹底的に隠したんだけど、厨房が全部見えて、全員がものすごいダンスしてるみたいに美しく動いてて、すごい行列できてんだよ。で、ゾッとしたら、前並んでる人が、すぐだよって言われた。と思ったら、その大行列がものすごい速度で前前前行ったら、レイクロックの順番が来て、はい何注文しましょうっていう風にお兄ちゃんに笑顔で言われて、周り見たらタバコのゴミ一つ落ちてないんだ。でそこでじゃあハンバーガーとフライドポテトとあとコーヒーくれって言ったら、行った瞬間に出てくるんだよね。これまでオーダーしてから30分なのに行った瞬間に出てきたから、どうなってんのと思って店の奥見たら、すごい勢いでハンバーガーが作られて、それがストックのところにドーッと来るんだけど、来た瞬間からどん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 取られてから、本当に出来たてのハンバーガー
ガーがオーダーした瞬間に出てくると。でなんだこれはと、えナイフとか皿とかないのって言ったら、紙に包んでるからそのまま食べてください、どういうことって聞いたら、そんな皿とかいらないでしょと、紙に包んでるからそこからこう食べて、食べ終わったらそこにゴミ箱あるから捨ててください言われて、そんな店誰も想像もしてなかった時代なんだ。マクドナルドで当たり前だと思ってるこの紙の袋の中に入ってて、この中でポテトも紙に包まれているよね、ハンバーガーも紙に包まれている。でこれが実はこのまんま皿の代わりになっていて、開けて食べたらこのまんま捨ててもいい、この画期的なシステムを考えたのがマクドナルド兄弟だったんだ。これだったら確かにゴミも出ない、すごいわっていう風にレイクロック思って、もうこいつらと一緒に商売したい。あとね、映画の中で書いてなかったんだけども、一番すごかったのがフライドポテトなんだって。フライドポテトって10セントしかしないのに、マクドナルドのフライドポテトってやたらうまくて、これなんだっていう風に。で、レイクロックは頼むから一回晩ご飯一緒に食べようって言って、二人で兄弟誘って、どんな風にしてこの店作ったのかということで、この店のメイキングみたいなの聞くんだ。で、マクドナルド兄弟の弟が考えた時に、最初ね、他の商売してたんだけど、うまくいかなくてハンバーガーショップ始めたんだけども、そのハンバーガーショップ始める時に、一番最初にやった店がうまくいかなかった。なので、徹底的に作り変えた。まずテニスコートを使ってない時にチョークと、これまで使った店員を全員やってきて、テニスコートの上にチョークで厨房の大まかな配置やると、ここでハンバーガー焼くとか、ここでなんかケチャップ乗せるとかって挟むという風な大まかな配置をチョークでガーッと書いて、はいみんなそれで動いてくれって言ってハンバーガー作らせる。そうすると交通渋滞が発生するんだよね。でこう違う違う違うと言って、どん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 配置変えて、ついには最後連邦の理想の配置が、でも全員ハンバーガー作るののベテランの店員ばっかり連れてきたからさ、みんなバーチャルでエアハンバーガー作りやってないけどさ、すごいみんな正確にその通りやるんだ。で全員が無駄なく動ける配置をついに見つけた時のもの、弟の嬉しそうな顔っていうのがあるんだけどさ、でレイクロックすっごい感動して、フランチャイズをやらせてくれっていうふうに言ったんだ。兄弟がすごい気まずそうな顔して、いや実はやったんだよっていう。7店カリフォルニアで出店したと。どうなったと、いや全部ダメだったと。もう俺たちが思ってるようなレシピを再現してくれないと。俺たち兄弟が毎日出勤して、毎日ゴミ捨てして、毎日ゴミ掃除して、うるさいほど言ってると、ようやっと品質守られると。で、例えばこのマクドナルドのハンバーガーの上に乗せるものは正確に決まってると。何かっていうと、このハンバーガーのパテの上にはケチャップとマスタードと、この細かく刻んだ玉ねぎしか乗せちゃいけない。で、ピクルスは正確に2切れだ。今1切れになってるよね。当時は2切れだったんだよ3切れでもいけないし1切れでもいけない、ピクルスは2切れっていう風に正確に決まってる。でこれを守らせるとこの単純なことができないと。なので7件あったんだけども、もう全部なんかうまくいってないという風にこの兄弟気まずそうにやる。でレイクロックが俺だったらできると、俺だったらそれを完全に守らせてみせるよと。で兄弟が全然信用してないけど、ただやらせてくれやらせてくれと。レイクロックはハンバーガーショップやりたいっていうのもあるんだけども、同時にこれだったらマックシェイクが飛ぶように売れるから絶対に俺のマルチミキサーも売れるわっていうふうに思ってやったんだよね。最初はそういうわけでこのマクドナルド兄弟とレイクロックってめちゃくちゃ仲良かった。このねレイクロックがね本当に店作った時に毎日毎日全てのチェーン店に出勤して鬼のように見て、朝一番に店に行ってまず掃除して全員に違う違う違うと怒りまくって、マクドナルド兄弟の分身みたいにして、でマクドナルド兄弟って自分の店1軒だけでいいじゃん。その1軒の店って自分の家の向かいにあるんだよね自分の家の向かいにある店に出勤して店員監視してりゃいいんだけどさ、レイクロックいきなり1ヶ月のうちに7件オープンして、その7件全部見て、待って違う違う違うっていうの全部やってヘトヘトになりながら働いたんで、なので関係すごくうまくいってた。ところがほんのちょっとでも店のレイアウトとか変更するとか、あと現地に合わせて、例えばマクドナルド兄弟っていうのは西部で店やってたんだよ、つまりカリフォルニアで。ところがレイクロックっていうのは自分の地元のシカゴで店開いたんだよね。でシカゴの店開いたから気候が違う、気候が違うと何が違うのかというと、フライドポテトが同じ品質でできない。なんでかというと、カリフォルニアではマクドナルド兄弟は外に置いてあるポテトオケみたいなところに置いとくだけで実は乾燥するんだよね。だから1ヶ月ぐらいポテトを外に置きっぱなしでフライにしたらめちゃくちゃカリカリに揚がるんだけども、ところがシカゴの寒冷な気候ではマクドナルド兄弟がやってたのと全く同じことをしても全然ポテトは揚がらない。レイクロック散々悩んでポテトが置いてある箱の周りに扇風機をいくつも置いて風をブン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 通すことに
によってポテトを乾燥させたって、これ映画に書いてないけどさ、俺思わずこうレイクロックの自伝をもう一回読んでやっぱすごい工夫したんだ。そうやってマクドナルド兄弟の味に近づけるっていうね、すごい働きしたんだ。でも例えば扇風機をつけるにしても何にしても全部マクドナルド兄弟の許可が必要で、それを許可してくれないんだよね。っていうのはマクドナルド兄弟は自分たちでチェーン店を広げて収入を増やしたかったんだけども、自分たちのやり方を変えるのすごい嫌がったと。レイクロックがこれ現場ではこうなんだ、アメリカは都市によって気候違うからこうなんだっていうのを一切聞いてくれない。おかげで店舗の建て増しとかやるのもいちいち契約書の通りにやらなきゃいけないから、レイクロック倒産寸前にまで追い込まれるんだよね。でもマクドナルド兄弟はどんなにレイクロックから電話かかってきて、このままで俺倒産しちゃうよ、頼むからちょっとここだけ妥協してよって言っても、契約書を盾にしてめちゃくちゃ冷たくあしらったんだ。でそれでレイクロックもブチンと切れちゃって、じゃあお前らが契約書って言うんだったらということで、マクドナルドの商売全体、店全体、ついにはマクドナルドの名前自体も乗っ取ろうとするっていうのがこの映画の後半戦なんだよな。だから映画のね、見てたらね、最後マクドナルド兄弟は全てを奪われて、その代わり一人当たり135万ドルっていう、ハンバーガーショップやってたら彼らがあと100年やっても貯められないぐらいのお金をもらったんだけども、それで全てマクドナルドっていう名前さえ奪われて、2人はその店さえできなくなって、ビッグバーガーっていう店作って、それが4年でね、倒産しちゃうんだけども、映画サイトとかこのファウンダーの感想を見たら、気分悪くなったとか、純粋なクリエイターを悪いやつが騙す映画ですねっていう風に書いてて、もう俺頭悪いのお前ら何見てんだと。いや俺みたいに原作読めとは言わないんだけど、行間読んで、なんでこの嫌なやつだよね、兄弟2人からマクドナルドを奪うようなやつを主役にしたのかって、監督のメッセージとか分かんないのかよ。これを主役にしたのはそれなりの理由がちゃんとあって、なんでかっていうと、マクドナルド兄弟のやり方だけだったら多分未だにハンバーガーっていうのは世界中に広まってないんだよ。だって地元で7軒の店もできなかった兄弟なんだよ。それをレイクロックがたちまちのうちにアメリカ中にやって、おかげでこの紙だけで包むハンバーガーのシステムとか、アメリカ中にあったドライブインでみんなパサパサのハンバーガーを30分待って組むっていう状況が劇的に改善されたんだけど、そういうメリットの部分を見ずして、いやいやいや、純粋な人が騙されて騙されてない、135万ドルもらってるからって思うんだけどもさ、だからやっぱりレビューとか読んでると、ちょっとね、大人っぽい見方する人は、いや現実切ないよね、こういう風なもんだよって書いてくれてるんだけども、見る人を選ぶ映画だよね。で、岡田斗司夫のこの映画の見方なんだけど、映画で書いてない部分っていうのをちょっと語ってみると、さっきも言ったようにマクドナルドの成功の秘密はこのポテトなんで、レイクロックの単行本でもポテトの作り方っていうのが書いてあって、マクドナルドの初期のポテトっていうのは生のポテトをまず数週間乾燥させると、で皮を薄く剥いてちょっとだけ皮が残ってる方が美味しい、でそれをカットした後冷たい水に入れると、2、30分入れるんだよ、マクドナルドのポテトって。でカットしたばかりのジャガイモを2、30分入れて、それをガーッと我慢して手でかきますと。でそうやっていくと水がみる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 真っ白になる。これ何かっていうと、そのデンプンがね、抜けていくんだよ。マクドナルドのポテトの美味しさは実はポテトからデンプンを抜くっていう、栄養を抜くことによってできてるんだけども、ガーッとかき回して真っ白になったら、そしたらポテトを引き上げて、次は水でザーッと洗って、さらにデンプンを抜くと。それぐらいするとようやっとポテトがネチャネチャじゃなくなって、カラッと揚がるんだ。これが味の秘密なんだよね。映画の中でね、マックシェイク、いわゆるシェイクの代わりに粉末シェイク使おうっていう風にレイクロックが兄弟に言うシーンがあるんだよ。それはマクドナルドの店舗経営してたら、毎月毎月冷凍庫、ウォークイン型の歩いて入れるタイプの冷凍庫を使ったんだけど、その冷凍庫の電気代だけで何百ドルの経費がかかると。でこれがもうあまりにも店の経営を締め付けて苦しいってことで、マクドナルド兄弟に頼むんだけど、味も全く同じだって言うんだけど、兄弟は絶対に粉末シェイクなんか使わないと、そうじゃなくてミルクシェイク、アイスクリームちゃんと使うんだって言って、冷凍庫をちゃんと持っとけっていう風にやったんだけども、レイクロック結局マクドナルドを乗っ取ってからは全部粉末シェイクに変えちゃうんだよね。こういうのがやっぱり嫌がる人はすごく嫌がるんだけども、ここがさ、映画の見せ所で、もともとミルクシェイクのアイスクリームのミキサーを売ってた男が粉末シェイクにしちゃうっていう本末転倒が起こってるところで、実はそのレイクロック自身も初期のこんなものをやりたいという理想がいつの間にかビジネスのために大きく狂ってるっていうことが本人も気がついてないっていう伏線が映画の中で綺麗にこう生きてんだよね。
マクドナルド粉末シェイクにしたからコストがすごいかかってたウォークインの冷凍庫が撤去できたのかというとそうじゃない。結局ね、冷凍庫は復活しちゃう。なんでかっていうと、シェイクのためじゃなくてその後でマクドナルドの中で一番美味しく作るはずのポテトを冷凍に変えちゃったんだよね。それまで店で一つ一つジャガイモカットして20分冷たい水の中でぐるぐるぐるかき回してでんぷんを落とすことによって作っていたフライドポテトを店の外のファクトリー工場で切って冷凍して店まで持っていく。ハンバーガーのパテも店で処理するんではなくてセントラルキッチンで調理済みのパテにしてそれで持っていくためにマクドナルドはシェイクのためじゃなくて結局冷蔵庫冷凍庫を大量に用意しなければいけなくなったので粉末シェイクをやめてもう一回マクドナルドにアイスクリームシェイクが戻ってきた。映画のねエンディングテロップでマクドナルドは粉末シェイクを数年後にやめたって出てくるんだけどそれは理由が違うんだよ。まるでね映画見てたらマクドナルドは反省してちゃんと今はアイスクリームのシェイクですって言ってるような気がするけど一番大事なこと言ってんだ。お前らの店の一番の売りはポテトのはずそのポテトに手を抜いたからシェイクも復活しただけじゃんかっていうのが俺の見方です。マクドナルドはねシェイクの味守ったんだけども客が何より求めたポテトとかあとジューシーなハンバーグのパテこれはね永遠に失ってしまったというのがですね映画では書いてないですね本当のお話。マクドナルドでは猫の肉を使っているというのはですね未だに言うやつがいてですね俺去年ですね女の子から言われてまだ信じてるのかっていうのびっくりしたことがあるんですけどですねミミズの肉と猫の肉と2つ説があります。じゃあどっちかから説明しようかミミズの方から説明しましょうか。ミミズの方はねはっきり原因があるんですよ。でそれはなんでかっていうとマクドナルドでですね使う肉は牛肉ですよね。牛肉のミンチ使うんですけどもあのミンチの肉を出す機械って見たことありますか。絞り器みたいなものがあってその円盤のところに穴が開いてそこからですねこうひき肉がこうニューッと出るんですよね。であのニューって出るのを英語でですねアメリカの会社でいくつかですねあれをウォームって言ってるんですね。ああいうひき肉のことを略称ミミズっていうふうに言ってるところがあるのでだから機械のことを愛称込めてワームメーカーとかワームマシンっていうことがあるそうなんですよ。それが理由でそのひき肉イコールミミズでマクドナルドではミミズの肉を使ってるという話になったというのが一つ目。もう一つはですねもっとあの分かりやすいやつがあってですね70年代のアメリカでですねミミズ養殖業者っていうのがですね未だにあるんですけど、まあ、釣り具用のやつですね。であと一時期食用のミミズ使用しようとしたこともあったのでですねミミズ健康にいいというふうなことで食用のミミズを作ろうということもあったんですけど主に釣りの餌用にですねミミズ養殖業者っていうのがですねアメリカで何件もできたことがあるんです。でそのうちの最大手の一つがテレビのインタビューで我々はミミズ養殖業界のマクドナルドを目指すって言ったんですよつまりアメリカ中どこにでもあってアメリカ人が誰でもミミズが買えるそれぐらい身近なものにミミズをやりたいとそれぐらい魚の餌としてミミズを普及させたいというふうなことで我々はミミズ業界のマクドナルドを目指すっていうこれテレビのニュースで流れたんですね。でこれがですね流れてマクドナルドミミズっていうことになってしまったっていうのがですね理由の2つ目で3つ目はですね何人かがこう書いてる通り1975年にですねウォームイーターっていうですねミミズを食べるホラー映画というのが流行ったんですね。でそれの翻訳日本で公開した時のタイトルがですねミミズバーガーという名前だったんです。ウォームイーターというミミズ食いっていうですね映画がどんな映画かっていうと本当に一発ネタなんですけどもマジでミミズを食っても平気な男がいたんですよ。でじゃあお前を主演にするわって言ってそいつを主演にしてミミズ食うシーンを特殊メイクじゃなくて本当にミミズ食べたっていうだけの映画なんですけども今 Amazon でちゃんと DVD が買えます。聞いたことがない人が多いのは当たり前です。これいつ頃の話かっていうと1970年代ぐらいなんですね。僕が中学校から高校ぐらいの時にすごい流行った都市伝説だったんですよ。でマクドナルドではですね実は牛じゃなくて猫の肉を使ってるというのがあって経済的に考えるとまあペイしないんですね。牛を育てるのに対して猫を育てる方が金かかるし取れる肉は少ないし食品確保するのにコストかかるしであってですね何もいいことがないんですけどもでももう僕は大阪のですね中学生高校生ですからそういう噂どちらかというと信じたい気持ちで頭の中がいっぱいあるわけですね。でやっぱりっていうふうなことでですねその時に出た噂ではマクドナルドではシャッター閉めた後でですね猫の引っかき傷がシャッターにいっぱいついてると。であれはパパを返せママを返せって子供を返せっていう切ない子供たちがガリ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 とシャッターをやるからだっていう噂がですね俺が言ってる大阪府立今宮高校でも流れてですね俺もあっという間に信じたところがですねすぐにそれを広める側に回ってですねで
その時に一番近わったマクドナルドが天王寺のですね、歩道橋のところにある、関西の方が知ってる通り近鉄の1階にですねマクドナルドがあったんですよ。であそこのシャッターは猫の爪痕だらけだって話があってですね、もうまともに信じてたんですよね。中にはですね、もう朝行ったら猫がいるのを見たとか、夜中通ったら猫が泣いてたとか、あと猫が引っかいてるのを見たというやつまで現れたんですね。もう本当に完全にですね、中学校高校時代の僕らはその噂を信じきってたんですけども、よくよく考えたらですね、マクドナルドにシャッターはないんですよ。だから誰もね見てないんですよね、それ。当時の天王寺のマクドナルドにもなかったし、いまだにですねマクドナルドにシャッターはない、全部ガラスなんですよね。なんであんなものをね人間は信じてたんだろうと思いますね。